ライン側の流域地図ラインの守りは、ドイツの軍歌、愛国歌としての要素が強い民謡。1840年に、マックス・シュネッケンブルガーが作詞し、1854年に、カール・ビルヘルムによって作曲された。イエール大学校歌、ブライト・カレージ・イエール、同志社大学校歌、同志社カレージ・ソングはこの曲が元になって作られている。愛国的歌詞が多く含まれた、この曲は、 ドイツ帝国がまだなかった19世紀前半のフランスとの国境紛争時に作曲され、不屈戦争を経て第一次世界大戦に至るまでドイツ人に広く愛された民謡である。1930年のアメリカ映画、西部戦線以上なしは、教師の先導に感化された生徒たちが、軍へ、志願に隊するために、この歌を歌いながら、教室を去る場面から始まる。また映画、 カサブランカでも、この歌が登場する場面がある。そのシーンでは、ドイツ軍将校たちが酒場でこの歌を合唱するが、レジスタンスのリーダーが客たちと歌うフランス国歌、ラ・マルセイエーズに書き消されてしまっている。1840年のライン危機において、フランスは、自国が掲げる、国境概念である、自然国境説に基づいてライン側東部を、フランスドイツ諸国との国境にすべきと主張し、 ドイツ側に割情を要求した。この地は30年戦争の時代からフランスドイツ諸国との領土紛争が繰り返されてきており、ほんの数十年前のナポレオン戦争時にもフランスに占領されていた土地である。このような状況の中でニコラス・ベッカーという人物がライン側の歌という曲を発表し、ライン側を守るように広く訴えた。 シュバーベン出身のマックス・シュネッケンブルガーがこの曲の中のドイツ人の勇気を称える歌詞に感銘を受け、自ら作詞したものがラインの守りである。当初はスイス人が作曲した曲に乗せて歌われていたが、カール・ビルヘルムが後に若干手直しした上で、作曲したものがビルヘルム一世に披露されたため有名になった。フ,フツ戦争大象とドイツ帝国建国により、この曲は、 爆発的な人気を誇り、作詞者、作曲者はビスマルクによって後に表彰された。オリジナルの5番までと追加された歌詞。ありがとうございます。